今回のマッチアップはパンテオン VS モルデカイザー。技と技がぶつかり合う激しい戦いが繰り広げられそうだ。シールドの強さはパンテオンに軍配が上がるが、果たして。はい、こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はパンテオン対モルデカイザー、レーンはトップです。 OPGG のデータではモルデカイザーの勝率が 51.5%、 レーンキルレートはパンテオンの方が高くて 52.24% になっています。ルーンは互いに征服者、勝敗は CS 差が30つくか2キル差がつくかです。11レベルまで何事もなければ引き分けです。この全体勝率はやっぱモルデカイさんの方がスケーリングがいいからモルデカイさんの方が高いね。パンテオンがだんだんと腐っていっちゃうから、ウルトがね腐るから、パンテオン、モルデカイさん対面だと連戦ではあんまり使えないかな、ね。まあ、どっかにロームしに行く時に使うんだろうね。そうね、このルールだとちょっとあんまり有効じゃないっすね。テレポートの代わりみたいになってる。ああ。まあそれはそれで強いんだけどね。すぐ復帰できるもんな。うん。まあこれはね、序盤からどんだけ互いに Q を当てるかっていう世界観。それ以外何者でもないね。あ、マジか、今の落ちない。ああ。今日 CS 取るのめちゃめちゃ下手だぞ俺。あ、なるほど。ギャあ、危ない危ない。ミニオンが多いときは戦わない。うわ、あれ A が全然違う場所に変動。で CS が取れません。あ、取るスキルを間違えた。おお、これはひどい。あー、それずるい。危ない。あー、俺のタンクミニオン。あー、 CS が取れません。でも CS を取るのが下手くそです。あっ、パンテオンのコンボはフルスタックのダブルから A が3発入って Q 入れて AA 入れてから E なんだよね。フルスタック状態で E 使うと終了後足が速くなるから、うん、いやー、序盤 CS 落としすぎた。なかなか1100円たまらん。1100円欲しいんだよね、やっぱり。セレテッドダーグが買えないって、これ欲しいんだよね。アサシンの基本装備、あれがないと何をやってるか分かんない。えい、大丈夫、ミニオン狙ってるから。おう、ゴキブリのように早く走って
足速くなるよね、めちゃめちゃ。びっくりするほど速かったな。あれがいいんだよな。何が何でもファーストタイテムはプレイテッドダークです。あー間に合わねえピコール阻止してやろうと思ったのに。残念でした。あーれれれって、わーそれずるい。ギャース、ギャース、ウルト、ああもう逃げちゃえばよかった。そっかウルトあったわ。でこれで魔法防御をちょっとだけ買っとくと楽ですね。いいの、パンティオンなのに防具なんて積んじゃって。大丈夫大丈夫、モネカイザーしかいないから前に。いやウルトしょうがないよね。E の方向がよくわからん方向みたいなもんいかんかったな。あーどこ向いてんねん。E の加速買わないようにするともう一回強化Q が打てるっていう、どっちかなんだよね。どっちがお得なんだ、どっちがお得なんだろう。逃げるつもりだったらいい強化 E 表打つ、逃げるつもりがないんだったらQをもう一回強化で打った方が強いよね、多分。ね。1ミリも落ちねえ。ゴキブリのように逃げていくな。1ミリも落ちねえさ、あいつ。硬すぎる。やっぱあのシールドやべえな。ああ。一回シールド使わせて次のオールインが本番ですな。いいねいや、序盤の CS 落としすぎたな、マジで。まともな試合運びできんか。あれ？ジュルト使ったな。あ、もう無理。逃げろー。あ、なんだそれ。なんだそれ。ウルト強え。タイマン勝ち勢で。ガイザーが。じゃあパンテオンもタイマン勝ち勢のはずなんだけどな。やっぱレベル3くらいで殺しとかなきゃいかんな。そうだね。序盤にサクッとやったから。レベル6ぐらいが限度だなこれ。いやー。CS 落としすぎたな。やっぱね、セレテッドダークがね、できる速さがね、大事ですよね。そうだね。やっぱ CS を落とすとちょっとしつらいもんね。あ、ミスった。ああ、それそれ。ああカモン。さすがに2キル差ついたら無理だな。ちょっと無理だったね。モルテカイザーやっぱ簡単に勝てないよな。うん、勝てるって言われとるジャンプ使っても勝てんもんね。こいつ勝てし雑に火力出るし。最初も一発目は9避けるけどさ、そっから先結構難しいよね。そうだよね。E もあるし。
ほんで近づいた途端にシールドパッて貼ってでねえこう俺あパンテオンみたいに分かりやすいタイプはねいつ火力が出るかシールド貼りやすいし ね, ね飛びつきが見えたらパッて貼れやいいもん、うん、まあ間に合ってなかったけど反動がおじいちゃんすぎてまあダブルはねいいんですよ次の Q とか E が強いからはい GG 今回の勝者はモルデカイザーでしたこれからもマッチアップ動画作っていくのでぜひフォローしてくださいいやモルデカイザー強えなーモルデカイザーに雑に勝てるチャンピオンをね探してますはいではでは